マリモです。ビーズクリニックさんにお声掛けいただいて今回 LINE いたしました。これ一回痩せてっからな。痩せた時に楽しかったなと思ったのは、今は着られる服がすごい限られてて、痩せた時に何でも着れるぞっていうその瞬間がすごい楽しかったので、痩せたらもう一回こういろんな服着たいですね。よろしくお願いします。BS クリニック院長の森川です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。インボディ細かく数値がね出ておりますので詳しくご説明していきますね、はい、体重ですね、はい、132kg BMI としてはね 44.7 ということで高度肥満の状態そうですよね、はい、35を超えてくるとね高度肥満っていうことになるんですけどね。体脂肪量をね、部位別で見ていくと、自然の方がもう 1300% 超えっていうことで、1% が標準というか理想的な状態です。え、10倍ここでしょ。医療機器による施術、4つあるんですけどね、はい、それぞれのご説明していきますね。医療配布なんですけれども、こちらは超音波のエネルギーを使っていきます。脂肪層に超音波を当てていくことで、脂肪細胞を破壊していて、サイズダウンを測っていくというものになります。ラジオ波なんですけれども、これは温熱効果によって脂肪の燃焼を促進していって、むくみの改善ですとかセルライトの減少をやっていきます。医療 EMS なんですけれども、電磁波の力を借りて筋肉の収縮を起こしていって脂肪の燃焼を促進していって、かつ筋肉の引き締めをやっていきますね。1回あたり筋運動が約3万回分の効果が得られると。4つ目が脂肪冷却です。息をね、痩せたい部分に装着をしていって温度を下げていって、脂肪細胞だけを破壊していって、で老廃物として排出していくというものになります。通常ですと採血だけで施術の方は後日っていうことになるんですけれども、今回は特別に施術の方をやらせていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。なるほど。なんか不思議。リズムが心地いいんで、なんか寝れる。美味しい。え、めっちゃジュースって言うんですか？もう甘くて飲みやすいっす。なんかベッド周り少し響くやつかな。はい。脱毛とほんと似てます。なるほど。もうあったかいな。肩袋できました。はい、まあ、これいいな。これいいですね。これ気持ちいいです。体の芯から温まるみたいな、と奥の方に熱が来てる。先ほどよりも速いスピードでリンパを流すように行ってます。はい、じゃあリンパ流すように行ってるので、おー、すげえ。こういうなんかもうマッサージさ、はいはいはい、めっちゃいいなこれ。僕これ一番好きです。生き物みたいな、吸われてるっすよ。生きてるみたいな感じ、こいつらは。流します。はい、あ、これいいね。寝れるか寝れないかで言ったら寝れる。疲れ様でした。マイナス10キロ以上は行きたいなと思っております。全然違うかもしれんね。目に焼き付けといて。マリモさん、めちゃめちゃスッキリしましたね。ちょっと自分ではこう時間もわからないんですけど、まあ、毎日見てますもんね。そうなんですよ。医療ダイエットをさせていただいた時に、今まで自分がやってきたダイエット方法って良くなかったんだなっていうのをこう再認識したというか、すごい丁寧にサポートしてくださるじゃないですか。はい、ダイエットってこうなんだと思って。なるほど、はい、結構的にやってるっていうのと、うやっぱ自分でね、こう短期間で一気に結果出しちゃおうっていうのは結構違いますよね。全然違いましたね。生活面で何か変わったなとかありますか？自分の食べるものを、はい、栄養指導をこうしていただいてたんですけど、かなり参考になりまして、自分の選ぶものもその栄養指導も頭に残ってるので。いや、そうですよ、意識するようになりましたね。食べ物の質がすごい変わりますよね。そうなんですよ、はい、それがやっぱり結果に直結してきますからね。
結果の方をね、ビフォーアフターで行こうと思いますので、お願いします。はい、お願いします。こちらビフォーですね、はい、体重 132.2kg、はい、3ヶ月の医療ダイエットを経て、はい、はい、こちらです。 115.7kg まで落ちました。ありがとうございます。マイナス 16.5kg ですね。すごいですね、はい、3ヶ月ですからね。すごいな。一月平均で 5.5kg、はい、ストレスを感じずにできたんですよ。おお、ダイエット方法がかなり極端な感じだったので、そんな楽でいいのかなちょっと思っちゃうぐらい自分でダイエットすると、はい、ぶっちゃけこう右も左も分かんないんで良くない方向に進みがちなんですけど、うん、導いてくださるからそこをそう歩くだけでいいというか、はい、BMI の方がもともと 44.7 でしたけれどもね、39.1 まで落ちてますので、ね、はい、はい、マイナス 5.6? はい、BMI5 減るってね、すごいですよ。ありがとうございます。部位別の体脂肪も見ていきましょうか。はい、はい、ビフォーがね、両腕とかはもう 1380%、90% ぐらいのね値だったのが 1100% ぐらいまでね落ちてますね。まだまだ伸びしろはあるものの、あ、もう、はい、本当にマイナス 250% 以上ね記録してます。では気になるお写真でのビフォーアフター、はい、見ていきましょう。はい、はい、こちらです。減ってるの、めちゃめちゃ減ってますよ。確かに体も結構軽くなったんじゃないですかね、ビフォー。顔周りすっきりしたってめっちゃ言われました。なんか首が長くなってるというか首が長くなって細くなって顎も出て、うんうんうん、シュッとしましたね。医療ダイエットで印象的だったことあれば教えていただけますか。印象的だったことはですね、やっぱこう医療機器っすね。めっちゃ気持ちいいのもあって、寝ちゃいそうになるやつがあって、それでも痩せてると。ちなみにその寝そうになってたっていう施術って、はい、ラジオ波じゃないですか。そうです、ラジオ波です。そうですよ、ね、あれポカポカしていいんですよね。結構気持ちいいですよね。そうですね。医療ダイエットの感想お伺いできますか。自分じゃ無理だって方はね、BS クリニックさんのお力を借りてみるのもいいんじゃないでしょうかと思いました。ありがとうございます。今回はマリモさんの医療ダイエットをサポートさせていただきまして、ね、大変光栄でした。ありがとうございました。ありがとうございました。長いようで短い3ヶ月間でしたけども、初めて蚊からこうサポートを受けるっていう体験をしまして、なんと頼もしいんだと、ストレスなく痩せることができたかなと思います。今回お世話になった BS クリニックさんは新宿3丁目にございます。ダイエットに悩んでる方や医療ダイエットに興味ある方はぜひカウンセリングだけでも受けに来てください。予約は概要欄にあるので、ぜひチェックしてみてください。ありがとうございました。